いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田だよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはサントリーより2019年2月5日に発売されたペプシ J コーラ春一番、こちらご紹介したいと思います。こちらは春気分のコーラ、桜風味です。日本のコーラ好きのために作られたペプシ J コーラから春を感じるフレーバーが期間限定で登場です。この怖い商品ですよ。また見えないでしょうけど、47キロカロリー、炭水化物は 11.8g です。こちら 100ml あたりの数字です。さあ、そしてこういうふうにですね、全く見えません。すげえな、これ全く見えないです。見えるかこれ、こうしないと見えないって。これさ、炭水化物詐欺よね。はい、日本のコーラ好きのためのコーラ、桜風味です。はい、では開けていきたいと思います。まず色が不気味よね。いただきます。ちょっと、なんか桜の匂いがするわ。なんとも春一番といえば、春一番やけど、これ桜、発想が面白い、発想はすごい面白いだけど、すげえ表現しづれえな。そんな甘くもないし、匂いはもうほのかに桜のプムンと匂いはするんだけど、味は普通に炭酸なんだよな。だからね、最初ね、色があれだからどうかなと思ったけど、桜の香りが立つコーラ、コーラっていうも炭酸、なんかそんな感じやな。なんかもう色を桜の風味にするからもう色をつけましたみたいな、なんかそんな感じの、感じ。わかるよ、売りたい気持ちはわかるけど、無理して色をつけてまでさ。本当にほのかに桜の香りがするだけで、ほとんど炭酸ですよこれ。まあ私はあんまりおすすめしないってことで2です。発想は面白いですけどね。はい、この動画が面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、評価よろしくお願いします。そして私の関連動画を見てくれればまた喜びます。ではじゃあね。